あれは軍玉閣でしょうか。ん？よくもわらわの縄張りで許可もなく堂々と他校、なかなかの度胸だ。しかも、なんという粗悪なからくり。これほどの肝っ玉の持ち主、わらわが出迎えてやらねばな。お前たちは糸を結びつける作業を続けている。シンくん、旅人さんにパイモンさん、竜神君について言っていただけませんか。師匠大丈夫かな。いえ、そうではなく、タコの持ち主が心配なのです。ふむ、フォンテーヌのからくり装置は実に奥が深い。感心しておる場合ではなかろう。どうするのだ。少し気をそらした間にタコが見えなくなったぞ。そう慌てる必要はない。最後にタコを目で追ったとき、どこへ向かったか覚えておるか。奥蔵さんの方に飛んでいったはずだが、まさかとは思うが、なんとなく嫌な予感が。考えすぎだ。今頃龍雲は町で弟子の世話をしておるか、道府にこもって研究に没頭しておるはず。タコに気づくわけがない。しかし、風がなくとも飛ぶ仕組みは実に興味をそそられる。からくりの観点で言えば、龍雲の仕掛けの術にも引けを取らないのではないか。気をつけろ。万が一龍雲の耳に入れば、借りているからくり調理神器を即刻回収される。お尋ねしますが、このタコはお二方のものでしょうか。だから言ったであろう。どうするんだ。我を見るな。タコは二人の合意のもと一緒にあげたものではないか。リスイ、黙ってないで何か気の利いたことを言え。我が言っても火に油を注ぐだけだ。黙ってこの場を離れるのが得策であろう。さ、一時的にしのげても長くごまかすことはできぬだろう。そもそも我々の正体が見破られているのではないか。あの、タコを受け取ってこい。無理だ、お前が受け取れ。それは我々のタコではありません。そうですか。仙人の勘が外れましたね。ああ、なんと仙人様でいらっしゃいましたか。これは失礼いたしました。仙人様のおわすところでタコをあげるとは、一体誰がそんなことを。失礼にも程があります。その通りです。我々はたまたま景色を眺めていただけで、そう、ミントの鑑賞をしていたんです。他に何もないようでしたら、これで失礼させて。うん、やっと追いついたぜ。船長になったカウンってどんだけ飛ぶのが早いんだよ。あれ、昨月とリスイじゃんかよ。なお、なんか変な空気だな。おいら何か間違ったことでも言ったか。構わぬ。二人の正体はとっくに分かっておった。ただどこまで演技を続けるつもりか見ていたかっただけだ。ということは怒っていないのだな。二人の老友が楽しいひとときを過ごしているというのに、わらわが怒るわけないであろう。俗世のものが新鮮に映るのも理解できる。祭りの雰囲気に浮かれてしまってな。せっかくだからと近頃の流行り物に触れてみようと思ったのだ。しかし我々は龍雲のように仕掛けの術に明るいわけではない。故に良いタコを作るのも至難の業で、手っ取り早い方法を探すしかなかった。龍雲の仕掛けの術といえば、上では風と雲を操り、下では波をも呼び寄せる。この世で卑怯を許さぬその妙技を。
客人を待たせておるゆえ先に失礼するぞ。二人ともまた後日会おう。旅人パイモン、しっかりついてこい。また飛ぶのかよ。行ったり来たりで息をつく暇もなかったぞ。肝を冷やしたな。ところでタコ揚げはどうする？やめることもなかろう。場所を変えればいい。ならばお前のところで揚げるのはどうだ。かなり広いだろう。うん、それは良案だ。